はい、皆さんこんにちは、ワンダレベルフィジです。では今回は銀河英雄伝説4、自由惑星同盟で新しくプレイを始めていきたいと思います。で、プレイアブルキャラクターはですね、画面の上にマシトレ元帥って出ちゃってるので、マシトレでプレイするんですが、プレイのコンセプトはですね、ヤンとラップ、士官学校時代、ヤンの士官学校時代の良き親友であり、アスターテ星系海戦で死んでしまったラップ。彼をですね、イフの物語として中将に引き上げました。能力値はね、そのままです。で、ヤンもね、同じく中将に引き上げて、この二人の名称で自由惑星同盟をね、切り盛りしていこうというようなコンセプトでプレイの方をしていきたいと思っています。では早速、まずアスターテ星系の海戦がまだ続いているので、ここにロボス艦隊を投入して戦局を、打開しておきましょう。というのも今アスターテの方はですね、艦隊第4艦隊第6艦隊入ってるんですが、ヤンも所属していたパエッタ中将の第2艦隊、これが壊滅しています。で、敵の艦隊の方はラインハルト、メルカッツ、シュターデン、ホーゲル、エルハ、アニ、マーレンハイトと入っているので、これをまず撃退しなきゃいけないというところになります。あとティアマトとかにもね、艦隊を送っておきましょう。で、さらにパランティア星系にも艦隊を送っておく。3個艦隊送れればいいかな。で、艦隊のね、編成の方も見ていきましょう。まず、クブルースリー第1艦隊ですね、これを一旦艦隊番号を変えさせてもらって、分かりやすくするために第2艦隊に変えましょう。で、代わりに自らが第1艦隊の指揮を取る。で、遠くに爆流とかは必要ないので、攻撃空母を中心に、あとは巡航艦で固めていきましょう。こんなところでどうかな。よし、じゃあこれで一旦時間を進めます。アスターテ星系の戦いは勝利で終えましたね。ロボス艦隊投入してよかったです。で、そうすると艦隊ですね、新しく作っておきたいのか、まだヤンは戻ってきていないと思うので、まずは軍事作戦、アスターテ星系を3個艦隊、2個艦隊に減らすべきだな。もうこのあたり軍事作戦をね、シトレさんが好きにできるというのは本当にありがたいですね。アスターテの方にウランフを送っておく。で、代わりに艦隊出撃でムーアを解除して戻しましょう。ムーアからね、ラップをまずは引き剥がさないといけないので。チュンが第13艦隊と艦隊司令官になるのか、ドーソンも微妙だよな。これは却下してくれたけどね。ティアマトの方に3個艦隊、グブルスリー、ピョコック、ポロディンが出るという話だね。で、第5艦隊の方はビュコックの艦隊ですね。ファイフェル中佐もちょっと能力は確認したいな。艦隊ビュコックのファイフェル中佐、能力は総じて高いですね。統率はね、ビュコックがいるので問題ないとして、運営79、機動75、このあたりはかなり使える形ですかね。ビューコック自体は統率89。ヤンは戻ってきてるのかな？ヤンはまだ戻ってきてないね。
で、今、シャムシードにいるのは、ムーア。ここまで戻ってきてるね。アンプルトン中将のところ、艦隊の編成が変わるという話ですね。お、アッテンボローが戻った。コーネフ、バエッタ、ポプラン。うん、OK だ。であれば、艦隊を作っていきましょう。ヤンの第13艦隊。これはね、やっぱ第13艦隊にしたいので、チュンさん。チュンさんさ、ちょっと待って、チュンを艦隊司令官で残しておく必要あるのかな？統率68。まあ、悪くはないよな。ただ、ブルームハルトとかもったいないよ、パトリチェフ。艦隊の人事を、こちらでいじりましょう。チュン。お前のところから、パトリチェフを解任。ブルームハルトも解任する。エダはいいでしょう。で、代わりに、ヤンのところにね、優秀な人材を集めましょう。では、艦隊を作ります。第13艦隊。ここに、ヤンの艦隊が生まれます。いやー、気持ちいいな。ここにフィッシャーとかが入ってこれないんだよね。ヤン、機動力がね、結構微妙だったりするんですよね。運営も微妙だけど。そしたら、まずは、そうだな、運営だな。運営の高い人、キャゼルヌを入れる？キャゼルヌを入れよう。いや、ムライだな。キャゼルヌはちょっと、まあ、微妙っていうわけではないんですけど、やっぱり、要塞の司令官とかが似合ってますよね。なんで、ムライ。うお、一気に運営が80まで跳ね上がった。で、やっぱりね、ここ、陸戦の強い、なんかこれ、こういうのが本当一番楽しいですね。なんか一人で盛り上がっちゃいましたけど。シェーンコップ。シェーンコップよ。で、さらに、そうだな、空戦でポプラン入れる？楽しい。こういう時間が一番楽しいですね。ポプラン。あれ？ポプランがいない。あ、ポプラン。あ、怪我してるんだな、ポプラン。ポプラン怪我してるか。ただ、ここはポプランが回復してくれることを祈ってポプランを選ぼう。これで万能になったんじゃない？ヤンの艦隊。まあ、強いて言うなら機動だな。機動力。アッテンボローか。まあ、ここもやっぱアッテンボロー入れるべきだよな。アッテンボロー入れましょう。これでどうでしょう？もうヤンの艦隊、完全なるものになりましたね。ヤンの艦隊はどうする？あと戦艦中心に、機関部隊も入れて、攻撃空母。で、輸送艦。さらに巡航艦。ちょっと布陣が微妙だな。ここは駆逐艦を前に並べる？一旦こんなものでどうでしょう。これでいきましょうか。ヤンの第13艦隊が誕生しましたね。そしたら、まずムーアの艦隊の方ですが、ここからラップを解任します。で、新しく。ラップの艦隊何番にする？第15艦隊とかにする？第15艦隊にラップの艦隊を作りましょう。アスターテに6個艦隊。まあいいけどさ、何したいのっていうのはあるけどね。あ、コーネフを持ってかれた。ちょっと待ってね。そうすると、まずは艦隊の新設からしっかりやりましょう。第15艦隊。ここに、ラップ中将。おぉ、ラップ中将。で、ラップさんは、これもうデフォルトで万能力あるね。ただ、統率上げられないので攻撃力上げたいよね。攻撃。グエン。さすがだな、グエン。グエンバンビュー。あと、機動力も上げたい。
もうちょっと機動力欲しいよね。カールセンの84。これでどんくらい上がる ?80 か。ちょっと微妙だな。であれば、陸戦。陸戦ができる人。リンツ。ブルームハルト。まあ、リンツでしょ。ここは。これで、陸戦が上がったね。で、コーネフ持ってかれたので、空戦がちょっと微妙になるんだよな、きっと。ちょっと空戦確認する？ああ、そうだよね。いやー、納得しがたいよ、これ。とても納得しがたい。空母を潤沢に使った、超攻撃型艦隊に仕上げましょう。で、コーネフはどこに行っちゃったのよ、コーネフは。しかも、同盟。で、コーネフ、確認しましょう。コーネフはさ、こっちにちょうだい？コーネフは第三艦隊の爆弾になってるね。ここは、元帥自ら介入する。ルフェーブルのところから、イヴァン・コーネフを介入させます。で、代わりに、艦隊、編成、ラップ。ここに、空戦の U、コーネフを入れましょう。次の段じゃないとちょっと難しいかな。じゃあ一度これで行きましょう。時間を進めます。あ、そうそう。そうだそうだ。あとは、ムーアのところに誰もいなくなっちゃってるんで、ちょっと運営とか使える人を入れてあげましょうか。誰いる？コクラン大佐。あとは、能力的にちょっと微妙なところがあればと思うんですが、情報士官が欲しいかな。情報力。バグダッシュいるね。まあ、ここはただ、ベイ大佐。これでどうでしょう。で、さらに、階級的に低い人、何か、ブルームハルトとかもったいないからね。アシュール、ラオ少佐。ラオ少佐も悪くない。まあ、3人入れておいてあげましょう。で、他の艦隊の人事も確認する？クブルスリーのところは、あ、今出撃中ね。パストーレも、あ、フィッシャーが出撃予定になっちゃってるね。ビューコックのところは？ビューコックも出撃予定。ホーウッド。ホーウッドのところにちょっと誰か入れましょう。ホーウッドは、運営情報がちょっと微妙だな。じゃあ、運営。バウスゴール少々。いや、運営がとても高い人に見えない、こわもての顔をしている、少々。で、あとは情報だな、情報しか、バグダッシュはね、ちょっと欲しいからな。パトリチェフも欲しいし、クリスチアン大佐。ちょっと微妙な感じですが、入れましょう。で、それを見ちゃったらやっぱりさ、欲しくなるよね。ラップのところに。ラップのところに、あと二人。まあ、一人はコーネフを入れるとして、あとは運営が鬼のように高いやついれば、ホーク。で、パトリチェフでも入れとく？パトリチェフ。これで行きましょう。すいません。ちょっと、この、自分いじりばっかりしてて、なんだよって皆さん思われてると思うんです。もうちょっとお付き合いください。運営が高い人入れておきたいな。ホークを入れよう。で、他は？ウランフ。ウランフのところも運営、情報。まあ、ただ、出撃しちゃってるからね。ルグランジュ。ルグランジュのところも、やっぱ運営情報がみんな微妙だな。運営。エベンス、大佐。入れて、情報将校を誰にするか。バグダッシュは残したいからね。ブラッド城大佐とかも意味がないので、まあ、ただ入れておく。一応、ここに残しといてもしょうがないので。で、ボロディンのところに、出撃しちゃってる？ヤンのところに、じゃあもう一人誰か入れましょうか。ヤン。まあ、ただ、グリーンイール。フレデリカが入ってきたらね、フレデリカ入れてあげたいので、まあ、フレデリカは残しておいてあげたい。
あと軍事功績が高い人間で言うと、ディッシュ大佐。彼を入れる？で、さらに、ロボスも今出撃、チュンも出撃。いや、チュン残ってるね。統率上げられないので軌道だね。軌道の高い人を入れてあげましょう。カールゼン。さらに攻撃ももうちょっと欲しいよね。艦隊の司令官になるんであれば。アラルコン入れよう。これでどうだ？そこそこ使える艦隊になったんじゃない？じゃあこれでターンを進めます。ラップの艦隊が生まれ出ましたね。では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 、改めてラップの艦隊さらに強化してあげましょう。ここにまずは、そうだな、偶然の強いコーネフ。いや、コーネフのこの空戦99ってポプランが100だったと思うんですけど、まあ、ちょっと顔はボケーっとしてますけどね。まあ、性格はポプランと正反対。まあ、ポプランとシェーンコップといえばね、やっぱり女好きというか、女たらしというか、まあ、そのね、カラーを持つ2人に比べるとコーネフは真面目実直という、まあ、色合いの強いキャラクターだと思うんですが、そのコーネフ。空戦99。で、あとは、バグダッシュ入れますか。本当は機動力欲しいので、フィッシャーとか欲しいんですけど、ここは情報将校として、バグダッシュを入れましょう。これでどうですかね。で、ヤンの艦隊もね、もう一度おさらいしておきましょう。ヤンの艦隊。ヤンの艦隊はムライがいて、アッテンボロー、シェンコップ、デッシュ。ポプランがいるというところですね。まあ、シェーンコップがいるのでかなり楽しみな艦隊です。じゃあ残っている人を自分のところに入れていきましょう。そうだな、バエッタ中将とか残しといてもしょうがないしね。運営の高い、まあ、キャゼルンを入れるでしょ、まず。いや待ってね、キャゼルン残しといてロックウェルとかにする。ロックウェル。で、あと攻撃力に特化した人誰かいれば。ザーニアル准将。機動攻撃がちょっと上がるかな。ちょっと上がるね。あとは、一芸に優れた人間をちょっと入れていこうかな。ピロライネン少将。これ入れましょうか。情報力、だいぶ上がりそうですね。で、あと一芸に秀でた人間。空戦、陸戦、陸戦、ブルームハルト入れよう、ブルームハルト。で、さらに一芸に秀でた人間をどんどん入れていきましょう。軍事工作。工作値高いのか、パエッタ中将か。まあ、パエッタ中将は残しておいてあげたいよな。今後のためにね。マスカーニ准将にしましょう。で、すいません。まだやるのかっていう話なんですけど、じゃあ一旦これくらいにして、艦隊をね、うまい具合に用意していきましょうか。まずは、アスターテ政権に入った艦隊。バストーレ、ウランス、ロボスが入っているんだね。じゃあ、ここに、早速、軍事作戦、アスターテ。艦隊出撃。自らと、さらに、ヤン。あ、ちょっと待ってね。ヤンってまだまだ、新設されたばっかりなんで、全然、きっと、艦隊士気が上がってないよね。であれば、ここはムーアを戻して、置きましょうか。ここまでかな。結局新設された艦隊って艦隊の士気が全然低い状態になっちゃってると思うんで、
これだとね、ちょっと使いづらいんですよね。いや、でも本当に、このヤンの艦隊強いよ。統率100はもちろん強いんですけど、空戦79もポプランが回復したら確実に80超えますよね。そして、我らがアラフォーの星、シェンコップ。いや、こういうの見てるのが本当一番楽しいですね。ラップ。ラップのところもね、この後ね、人増えますからね。ちょっとやっぱり、ヤンに比べると物足りないかなという感はどうしてもありますけどね。まあ、それでも最終的にほぼ全てのデータが80を超えますからね。防御か。パトリチェフのところに防御、誰か入れられる？確かに防御力がもうちょっと欲しい。防御力。マリの大佐。マリの大佐入れた場合どうなる？防御74。じゃあパトリチェフだとどうなるか、ちょっともう一度確認しましょう。パトリチェフ。防御は64。いやー、パトリチェフを解任して、ここはマリノを入れて防御力を上げよう。それの方が、この艦隊のためになる。じゃあ、パトリチェフを泳がせとく？遊ばせとくか。泳がせとくだとなんかちょっと犯罪者捕まえるときみたいになっちゃうんですけど。遊ばせておくのはもったいないので、シュトレのところで買うか、ムーアのところに、いや、ムーア出ちゃってる。ホウト。ここにじゃあ、パトリチェフを入れましょうか。ドーリア政権に交換隊出す？なぜだ？却下だ、こんなの。ドーリア政権も却下。何がしたいんだって話だからね。オウトも出撃。アップルトンも出撃。まあ、みんな出撃するね。アルサレム中将。アルサレム中将もいいけど、やっぱブランフも出ちゃってるからな。モロディンも出てるし、ヤンももう出ちゃう。ヤンもまだ残ってるか。そうだね、さっき回避したもんね。ロボスも残ってるよね。そうするとどこに誰を出すかという話なんですが、まあホウト、アップルトン、アルサレム。まあ、アルサレムになっちゃうね。じゃあ、パトリチェフを入れてあげましょう。結局みんなね、どんどん昇進してってくれないと意味がないので。で、ヤンの艦隊は？統率100がどれくらい回復したかがちょっとわからないんですが、もう2、3ターン進めて、時間を進めていきましょう。で、あとは、しっかりと今回は、敵の軍事計画、確認しておきますか？ラインハルト、メレスさん、この辺りの艦隊はまだ残ってるんだね。作戦としては。艦艇能力、戦艦。まあ、これ、同盟も、ほぼ変わらない。同盟の方が巡航速度はむしろちょっと早いんだな。代わりに、防御力が帝国に劣るとか、このあたりは面白い数値ですね。高速戦艦一つ取っても同盟の方が射程が長かったりしますもんね。そうか、そう考えると艦隊編成で、いや、この艦隊を強襲揚陸艦2つ入れよう。これの方が
シェンコップが生きる。ね。アスターテ星系で敵艦隊と遭遇。ん？アスターテ星系、結構大きな艦隊入ってるな、敵。今、シバ星系の方に誰いる？ムーア、ホウとアップルトンが入ってるのか。ちょっとね、アスターテ星系の敵艦隊、グハ。これはでかいよ。一度艦隊を引きましょう。軍事作戦。アスターテ星系、全軍撤退。で、代わりに、ドーリア星系の方に、艦隊を集めましょう。軍事作戦。ドーリア星系。ここに6個艦隊。アスターテが取られちゃったもんね。では、艦隊を出撃させていきます。ドーリア星系の方にシトレ。ヤン。ラップ。で、あとは、誰を出すかだな。まあ、ムーアでしょ？ホウト。ウランフ。これでいかがでしょうかというとこだね。ドーリア星系で敵の艦隊を迎え撃ちましょう。敵の艦隊、かなりの規模になってるからね、これ。1、2、3、4、5、6、7。8個艦隊はないでしょう。8個艦隊は。まあ、ロイエンタルは少々。ケンプも少々でしょ。ミッターマイヤーも少々。レンネンは中将だね。ホーゲルは中将。だけど、まあ、カスみたいな艦隊だ。アイゼナッハも中将だけど、艦艇数は半個艦隊。シュターデンも中将だけど、まあ、4分の1だね。メキュンベルガーだけはしっかり来てる。これだったら6個艦隊でぶつかれば勝てるな。アスターテ星系で。ここで、しかも、アイゼナッハ、レンネン、ミッターマイヤー、ロイエンタール、ケンプといった敵の歴戦の優勝たちを葬り去ることができれば一番ベストですね。で、あとは自分の艦隊の担当を決めていきましょう。シトレ。政治工作はロックウェルでいいね。情報はビロライネでいいね。で、軍事工作はブルーマールとかやった方がいいね。アップルトン艦隊がバーラトに到着。ウランフがドーリア星系に到着したか。ドーリア星系にウランフしかいないからな、今。エルファシルにアルサレ。これは却下させてもらう。ああ、そう思ったのに。エルファシルにアルサレムの艦隊を駐留させられちゃったか。では、軍事作戦、アスターテ星系に6個艦隊を送り込みます。奪還作戦ですね、だから。ドーリア星系に今艦隊は3個入ったね。これでドーリア星系に艦隊がだいぶ入ったので、艦隊出撃、アスターテ星系にシュトレン。ヤン。ラップ。で、あとは、ちょっと待ってね。今、ドーリア星系に入ってる艦隊は、ムーア、ホーブとウランフだね。ムーア、ホーブとウランフ。すぐね、もう年のせいか忘れちゃうんで、こうやっておしゃべりしてる間に忘れるっていう。ムーア、ホーブと、ウラン、覚えてましたね。はい。ではね、ちょっと今回艦隊戦もお届けできず、ただただ自分が
銀河英雄伝説のキャラクターたちを眺めて楽しむだけというね、ちょっと皆さん退屈されてしまったんじゃないかなと、懸念しているんですけども、プレイの方してきました。で、時間も30分経ちますので、今回はここまでにさせていただいてですね、次回はアスターテ星系の回戦、ここから開始していきたいというふうに思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。